ますすランチャンネルです今回はですねこちらベーシックカラーっていうところの HDMI エクステンダー HSV373 というものをご紹介したいと思います。こちらどういったものかといいますと、まあ、簡単に言うと HDMI の信号を LAN ケーブルを使って延長する機材となります。 まあこちらの特徴はですね、まあ、カテゴリー5カテゴリー 5E あとカテゴリー6ですねそういったケーブルを使ってですね HDMI の 1080p の映像をですね、まあ、最大 100m だったり 120m だったり 160m だったり延長することができることになります。まあ、送信信機機と受信機がありまして まあ、送信機1個に対して、えー、受信機がですね最大で253台ままででですすすね対応することができますあとはですね、まあ、その安定してですね高解像のビデオが伝送できますよというところだったりとかあとあの耐久性が高かったりとかですねあとその広い分野で使えますよということでさ、えー、まざ、あ、まなです、ね、使い道があるという感じですね。 それではですね、まずこの中身を見ていきたいと思います。開けると、まずこの2つ出てきましたね。こちらをちょっと開封していきます。こういった感じのものが出てきました。まず片方はですね、HDMI エクステンダー TX と書いてまして、センダーって書いてますね。送る側という感じです。 そしてもう一つが HDMI エクステンダーの RX レシーバーとか言ってますね、まあ、こちらが受信機側というふうに感じになりますセンダー側送り側ですねに関しては、はい、こちらに LAN ポードがあって TX、まあ、送る側のものとあとリセットボタンもついてますねそして反対側には HDMI インと あと DC5V ののアダプタターのコネクタがついてますあとこのレシーバー側受信機側はマランのポートがついているのとあとリセットボタンそして反対側には HDMI アウトとあとやっぱ同じく DC5V のこちらの電源アダプターのコネクタがついてますということであとは中にですね 5V の電源アダプターが2つ入ってますね 多分使い方はとても簡単だと思うんですけども例えばカメラとかパソコンから HDMI を入れてそして LAN ケーブルを挿してそこから延長していってでこちらにまた LAN ケーブルを入れてで HDMI で例えばモニターだったりとかプロジェクターに接続すれば画面が出るそういった感じの使い方になりますここで接続方式の紹介なんですけれども えまずはポイントツーポイントの接続方式ということでえまあこちらのですねセット1セットのみで行うまあ送信機と受信機で接続するまあこちらが割とスタンダードな接続方式になると思います次に分散モードの接続方式ということでえまあスイッチングハブをえ間に入れることによって1台の送信機からえ複数の受信機を接続することによってえまあこれで最大253台の 受信機を接続すする方式となっていますそして3つ目がカスケードモードの接続方式ということで、まあ、先ほどの分散モードの接続方式ではですね、まあ、スイッチングハブ1個で253台というのはなかなか難しいと思いますので、まあ、スイッチングハブを追加で間に入れていくことによって、まあ、最大で2 0キロの延長も可能になるということです。 今ランケーブルがですねカテゴリーこれが 5E の分がちょっと中途半端なんですけど 22m のものが1本とあとこちらがですね 100m とか 120m とか 160m の1本のケーブルがあればいいんですけどもちょっと今ないのでですねこういった形で試していこうと思います。 はいそれをですね早速なんですけども今こちら今撮ってるカメラから HDMI をこちらに挿してで LAN ケーブルをつないでいます。でこの LAN ケーブルの先がこちらになりましてこちらが受信機ですねこちらにこの LAN ケーブルを挿すとここに絵が映ると思いますのでちょっと挿してみたいと思います。 来ましたね、えー、とここ今写ってるるのが分かるでしょうか今ですねちょっと、ま、絵がはっきり分かるように、えー、ちょっと明るさを調整したんですけどもこんな感じで、えー、今撮ってるカメラの映像がこちらに、えー、プロジェクターで映し出されてます。 今です、ね、カテゴリーの 5E の LAN ケーブルでつないでるんですけども、えー、まあこれだと、えー、実質 120m ままででは延長できるとというなうなことになりますあとは遅延ですね遅延がどれくらい出てるかなっていうのを少し見ていきたいと思いますけども、えー、この手の動きこれでちょっと見ていきたいと思います。1 まあわずかに遅れてますね。うんまあでもちょっとこうやって普通に、えー、動いてる分ではそんなにこう遅れているっていう風な、えー、感じではないと思います、まあ。素早い動きをした時にですね、本当にえっ、ー、と今毎一秒遅れてるかなみたいな、えー、それぐらいの感覚だと思います。 こうすると,ちょっとかります、ね、若干遅れてるのがただですね、えーまあ、実際にこちらの映っている映像を見てみると,と普通になんかこうテレビを見てるぐらいの感じで撮れてるのでとても滑らかですね、えー、特になんか今度はですねちょっとランケーブルを変えてみて、えー、これカテゴリーの「5」って書いてある分なので。 企画としては、えー、一段階下のものにはなるんですけどもこれだとどうでしょう、まあ、先ほどとほぼ多分変わらないと思うんですけども写り的にも問題はないですね全然違和感なく写ってますじゃちなみにですね 42m カテゴリー5とカテゴリー 5E の混在になって多分そのカテゴリー5のスピードになっちゃうと思うんですけどもこれをジョイントした時にどんな感じになるかというのもちょっと見ていきたいと思います。今この2本をジョイントしてます。 まあその一本ものじゃなくても、えー、このジョイントすることで延長しても、えー、大丈夫そうですねうん映りも多分変わらないぐらいかな遅延も、えーまあ、先ほどのお2種類と変わらないぐらいだと思いますという感じでですねほん、えー、に手軽に、まあ、HDMI をまあ延長することができました で遅延に関しても、えー、まあご覧いただいた通りですね。まあやっぱり、えー、遅延自体はですねどうしても起こってしまうと思うんですけれども、えー、まあ例えばその普通に、えー、映像を中継しているぐらいだとですねそんなに気にならないぐらいかなと思います。まあ、これがですね例えばそのゲームですねされている方をで考えるとですね、まあシューティングゲームみたいなのとか、えー、動きの速いゲームに関しては、えー、ちょっと厳しいかなという気はしますけれども、うん、まあ RPG みたいな えーまあ、そんなに動きが激しくないものに対してはですね、えーまあ、比較的問題なくできるのではないかなと思いますあとですね今ちょっと古いタイプの、えー、AppleTV なんですけどもこれにつなげてみましたこれもですね、えー、十分使えるんじゃないかなと思いますあとこちらですね今、えー、ブルーレイプレイヤーにちょっと動画を流そうと思って、えー、準備してるんですけども、まあ、映像もちゃんと出てますし であと音声もですね LAN ケーブル経由で、えー、こちらまでちゃんと出てますので音声の転送も大丈夫そうですあとはですね今これ出てるんですけどパソコンの画面ですねこれもですね、えー、ちゃんとこんな感じで文字もですねきれいに写ってますし、うん、十分いいんじゃないでしょうかこれは、はい。という感じでですね、えー、まあちょっといろいろ例えばカメラから TV とかそういった機器からそしてまあブルーレイプレイヤー使ってみたりあとパソコン使ってみたりとかですねまあいろいろ使って、まあ、このプロジェクターに映してみたんですけれどもどれもですね鮮明に映し出されてまして、まあ、遅延は最初の通りだったんですけれどもそれでも全然ですね綺麗に映ってたので、まあ、性能としてはですね十分 OK だと思います。 実際これですねじゃあどうやって何に使っていこうかなという時にこのようにその映像のモニターをちょっと延長させるっていうことで使ってもいいと思うんですけれどもパソコンとかですねテレビに接続して離れた寝室やリビングルームでの映画とかストリーミング鑑賞で使ったりとかあと防犯カメラのホームセキュリティの強化とか。 あと野生動物の監視ととかかですすねそううういいいったににも役立つというふうに書かれていますあとは会議室とか宴会場だったりとかですね結婚式場だったりとかそういったところで使ったりとかもできると思いますしあとあの最初に言った通りですね1台の送信機に対して受信機がですね253台対応しているということなのでデパートとか スーパーパとかですねそういったところで最近このデジタルサイネージとか見ると思うんですけれどもまあ大元で1台のパソコンだったりプレイヤーで再生定しておいてそれを例えばその途中ハブをつけて分岐させることによって、まあ、例えば1回とか2回とかですね同じ映像をですねいろんなところで写すことができるというふうにできますのでそういった施設とかでも使えるようなものではないかなと思います。 あとはその学校とかですね、えー、そういったところでも使えるんじゃないかなと思いますしまあイベントだったら、えー、例えばそのプロンプターみたいなところで、えー、まあ同じ映像ですね、まあ、やっぱりステージの前だったりとか横だったりとかランウェイができるようなところであればですねその一番先にまた持っていったりとかですね、まあ、いろんな箇所にモニターを置くと思うんですけれども、えー、まあその時に、えー、まあ同じように分岐させて、えー、このようにランケーブルで引っ張っていけばですね HDMI ケーブルだったりとか SDI ケーブルとかもあると思うんですけどもえまあそれよりもですねケーブルの太さもですねえそんなにこう太くなくて HDMI ケーブルみたいにですねえなんかちょっとゴワゴワしてるみたいなケーブルじゃないんで比較的あのーケーブルをえ敷くのも簡単ですしまあその受信機が えーまあ、いっぱい増やしてるっていうのもですねあのとても便利だと思いますので実際販売されているのはその送受信機の、えー、セットで売られているのとあとその受信機単体でも売られてますので、えー、まあそういった感じで、えーまあ、用途に合わせて、えー、どんどんです、ね、受信機の方も増やしていくという形でもいいかなと思います。ということでですね、えー、ベーシックカラーさんの HDMI エクステンダー HSV373 というのを紹介してみました。 ま手軽に HDMI をですね、延長できますので、まあ、映像のですね、えー、まその延長にちょっと困っている方をですね、ぜひですね、試してみてはいかがでしょうか。ということで、えー、今回の動画は以上となります。またご質問とかですね、えー、そういったご意見とかありましたら、コメント欄の方にお寄せください。それではご視聴ありがとうございました。